この後アルセイユはボース地方の上空を巡航する。竜の居場所が特定できたらよろしく連絡をお願いしたい。うん、任せて。竜の居場所が分かったらジークに伝えてもらいます。私が同行していない場合もエステルさんの近くにいるようお願いしておきましたから。殿下、同行するならばくれぐれもお気をつけくだされ。エステル・ブライト、それからアガット・クロスナ。え、なんだ。もし竜が峡谷から逃げたら軍が責任を持って何とかしよう。もう二度とリベールの民を傷つけるようなことはさせぬ。だから失敗を恐れずにやれるだけやってみるがいい。モルガン将軍、まさかあんたからそんな言葉が聞けるとはな。どういう風の吹き回しだい。何、ただの社交辞令だ。大尉、出発するぞ。やっぱりついてくるつもりか。もちろんです。振動ユニットが故障したらその場で修理できますし、飛んでいる相手だったら動力砲が役に立つと思うんです。ち、しゃあねえな。あまり無理して足を引っ張るんじゃねえぞ。はい。な、何お姉ちゃん、何だってんだ。いや、なんと言いますか、今まで以上に馴染んでるなって思って。いいことがあったみたいですね。え、何言ってやがる。焦ってやんの。でも気持ちの整理はつけられたみたいじゃない。まあな、もう一人で突っ走って自滅するような真似はしねえさ。またどこぞのちびすけに怖い顔で叱られたくねえしな。アガットさんだな。そっかそっか。よし、それじゃあ霧降り峡谷に急ぎましょう。うん、おう。ここが竜のいる岩山。どうやら気合を入れる必要がありそうだな。待ってください。そろそろアルセイユに連絡した方がいいと思います。そっか、それがあったわね。ジーク、来て。ご苦労様。ありがとね、ジーク。たく、相変わらず常識外れなハヤブサだぜ。それじゃあジーク、アルセイユへの連絡お願いするわね。さてと、これで準備は終わりですね。気合を入れていきましょう。うん。ああ、ジーク。おお、来たか。エステル君たちが無事竜のいる岩山に到達しました。これから内部を通り抜けて竜のいる場所を目指すそうです。そうか、全艦艇に通達。鉄鋼弾を装填した上で所定の位置に待機せよ。万が一竜が逃げ出しても
絶対に包囲を突破されるな。イエスサー。いたか。ね、眠ってるのかな。そうみたいですね。レーベという人もいないみたいですし。これはチャンスかも。アガット、どうする？まずは俺一人で接近する。うまくいけ、そのままゴスペルは破壊できるだろう。そっか、わかった。アガットさん、大丈夫だ、心配すんな。失敗した時は援護を頼むぞ。はい、気をつけてね。あれか、行くぜ。やったか。ひびは入ったが、破壊まではできなかった。こうなればもう一度チャンスを作るしかねえ。手を貸してくれ。もちろん。はい、行きます。俺に任せな。無限の生命力、伝承の通りです。ティータ、閃光弾を持ってるか。え、はい。そいつで竜の隙を作れ。エステル、ヒメさん、一瞬でいい、動きを止めろ。なるほど、そういうことですか。ティーター、当てないで打ち上げちゃって。私たちで動きを止めるから。うん、今だ。大丈夫だ。どうやらうまくいったみてえだな。うんうん、大成功よ。アガットさん、すごいです。竜もなんとか倒せたし、一件落着といったところか。見事だ。どこから聞こえてきた？まさか。見事だ。人の子たちよ、我が名はレグナート。この地に眠る竜の眷属だ。ああ。
これはお前が喋ってるのか。私はお主らのような発生機関を持っていない。故に念話という形で語らせてもらっている。お主らはそのまま声に出して語りかけるがいい。そうか。言葉が通じるのなら確認したいんだけど、もう私たちと戦うつもりはないのよね。うん、あの働きに操られていただけだからな。よくぞこの身を戒めから解き放ってくれた。礼を言わせてもらうぞ。どういたしまして。礼はいい。俺たちがここまで来たのはてめえを解放するためじゃねえ。これ以上の被害を防ぐためだ。私が被害を与えてしまった町や村のことだな。意志を奪われていたとはいえ、確かに私にも責任があるだろう。さてどう償ったものか。まあ悪いのは結社の連中なんだし、怪我人は出ちゃったけど亡くなった人もいなかったし、誠意さえ伝われば許してもらえると思うわよ。うん、誠意か。このようなもので伝わるか自信はないのだが、人の子よ、もう少しこちらに近づいてはもらえまいか。うん、別にいいけど。ちゃく、なんだってんだ。これって七曜石の結晶？金色の輝き、空の力を秘めたゴルティアの結晶ですね。私がつけた爪痕の償いだ。どうかお主らの手から町と村の長に渡してもらえぬか。なるほど。うん、そういうことなら。ダメだな。ちょっと。わかったさ。うん、やはり物では誠意は伝わらぬということか。そういう意味じゃねえ。この大きさだと一つ1000万ミラといったところか。1万分の1でいい。これと同じ結晶をよこしな。え？犯罪でも絡まない限り遊撃手を雇うのは有料でな。品物の運搬料だったら1000ミラもらえりゃ十分だ。それさえ払えば引き受けてやるよ。まったくもう素直じゃないんだから。うん、そういうことか。それでは受け取るがいい。よし、契約成立だな。この二つは責任を持って村長と市長に届けてやるぜ。うん、頼んだぞ。しかし先ほどの一撃はなかなかだったぞ。銀の剣士と戦っていた時は何とも頼りなかったが、一皮むけたようではないか。操られてはいたが意識は残っていたからな。小さき娘よ、お主の勇気とけなげさにはなかなか感服させられたよ。だから人間というのは面白い。あ、あう。
外とお茶目なところがあるじゃない。そしてお主は、なるほど、道理で覚えのある匂いがするわけだ。剣聖の娘だな。え？おいおい、どうしておっさんを知ってやがる。20年前、眠りにつく時最後に会った人間の一人だ。剣の道を極めると言って無謀にも挑んできたのだが、未だ双剣でいるのか。うん、ピンピンしてるけど、まさか竜とまで知り合いとは思わなかったわ。さすがカシウスさんですね。あ、そういえば、ねえレグナート、ちょっと聞いてもいいかな。うん、なんだ。あなたにゴスペルをつけたのはあのレーベっていう男なのよね。実験とか言ってたけど、一体何の実験だったかわかる？誤解を解いておくが、漆黒の働きを私につけたのはあの銀の剣士ではない。教授と呼ばれていた得体の知れぬ力を持つ男だ。え？なんだと？銀の剣士は教授の友としてここに現れた。そして私が暴走してからは被害が大きくなりすぎぬよう様々な手を尽くしたのだ。彼が暴走を抑えなければ私は町や村を破壊し尽くすまで止まらなかったに違いない。嘘。やろう、どういうつもりだ。そして教授の目的はただ一つ、あの働きが私に効くかどうかを見て完成度を確かめたかったのだろう。輝く輪の福音としてもな。輝く輪？ちょっと待って、もしかして輝く輪がどういうものか知ってるの？それはどこにもないが、あまねく存在しているものだ。無限の力と英知とともに絶望を与える存在でもある。それを前にした時、人は答えを出さなくてはならぬ。え？それはどういう意味なのでしょう？私から言えるのはここまでだ。これ以上の関与は古の盟約により禁じられている。お主らを助けることも彼らを止めることもできない。あ、おい、さらばだ人の子たちよ。お主らが答えを出した時、私はもう一度姿を現すであろう。その時が来るのを祈っているぞ。その場合、危機を知らせにジークが戻ってくるはずだ。今は彼らを信じて待つしかない。ですがね。夕刻まであと1時間。それを過ぎたら突入を開始する。大尉、準備をしておけ。了解しました。その必要はない。なんだ今のは。どこから聞こえたのだ。あれ、なんか大きいのが下から上がってきますよ。何？
いにしえよりこの地に眠る竜の眷属だ。悪しき者に操られていたが、遊撃士たちによって解放された。詳しい事情は彼らから聞くがいい。無事でも我々の方が窒息してしまうだろう。やれやれ、これはあやつらから徹底的に顛末を聞き出さなくてはならんな。白か、まさかあんたがこんなところにいるとはな。どういう風の吹き回しだ。何、ただの気まぐれだ。妹子に備えるのだろう。わしはこれで失礼しよう。おいおい、邪魔なんて言ってねえだろ。その花はあんたかい。まあな、こんなことになるのであれば別の彩りを考えたのだが。毎年俺と同じ花を捧げている奴がいるとは思ったが、あんたとは思わなかったぜ。さてどうかな。わしもいい加減年だ。どうだったか忘れてしまった。よく言うぜ。私もお花備えてもいいですか。お、なあ頼む。悪かったなティータ、わざわざ付き合わせちまって。私も一度ちゃんとミーシャさんに挨拶したかったですから。ありがとうアガットさん。おいおい、礼を言うのはこっちだろう。それに仕事が一段落したら会わせるって約束だったしな。そうでしたね。ふん、竜にも言われたそうだが、お主変わったようだな。落ち着きのようなものを感じさせるようになったぞ。よせよ、まだまだ未熟さだが、てめえの未熟さとまっすぐ向き合うだけの覚悟はできた気がするぜ。すべてはここからだ。ふん、お主の言っていた軍という組織の弊害だが、改めて考えたらお主の言葉も一理あると思ってな。あれはその単なる八つ当たりだ。別に軍が間違ってるとかそんな風には思っちゃいないさ。まあ聞け。今回の顛末で分かったのだが、人と組織は異なるということだ。軍の組織力が役立つこともあれば、遊撃士のフットワークが良い結果を導き出すこともある。どちらが欠けても今回の事件は解決できなかったと思わぬか。まあな、あんたらの作戦があったから竜の居場所が分かったわけだし。リシャールの言葉ではないが、オーブメントが発明されてから物と情報の流れは
早く大きくなった。それを効率的に処理するために組織というものは巨大化しながら細分化することを余儀なくされている。軍がそのいい例だな。国境師団、飛行艦隊、王室親衛隊、王都警備隊、情報部。そしてそれは時代の流れに対応するための進化と言えよう。そこから抜け落ちるものが少なくないとはいえ、もはや後戻りはできんのだ。だからお主たち遊撃士は我々とは違うやり方で守るべきものを守るがいい。互いの守るもののために時には対立し、時には協力し、そうすることで互いを補い、正しくあらんと確かめ合う。それがわしらの関係の正しいやり方だと思わぬか。違いない。まあこれからもせいぜい突っ込ませてもらうからな。覚悟しとけよ。それはこちらのセリフだ。軽はずみなことをしないよう日頃から心がけておくのだな。和やかなところを悪いが、少し邪魔させてもらうぞ。お主は将軍閣下とはこれが初めてか。ミクラウヘビの執行者レオンハルトというものだ。以後見知り置きを願おう。何？てめえどういうつもりだ。ここは死者の眠る場所。するべきことは一つだろう。お前こそ先日の続きをここで繰り広げるつもりか。わかったさん。わかってる。レオンハルト、検定レーベと言ったが、わしも死者の眠る場所を騒がしたくないのは同じだが、一つ聞かせてもらおうか。ご随意に。今回の事件でお主は被害が大きくなりすぎぬよう竜の暴走を抑えたそうだな。今も死者を悼むためにそうして祈りを捧げている。そんなものがどうして破壊と混沌を招こうとする。何か避けられぬ事情でもあるのか。竜の暴走を抑えたのは実験を正確に行うためだ。それ以外の意図はない。だが俺は俺の命ずるまま結社の手足として動いている。何者の意志にも左右されずにな。ハーメルの沈黙を強いられたあなた方と一緒にしないでもらおう。ハーメルだと？どうしてその名前が。さてと、アガット・クロスナ、覚悟が固まったからといって実力が伴わなければ意味はない。今度は剣が砕けるだけで済まされるとは思わないことだ。上等だ。てめえこそいつまでも余裕ぶってられると思うなよ。すぐに追い上げてやるから覚悟してろよ。楽しみにしているぞ。あのお兄さん、寂しそうな目をしてました。お祈りをしてる間ずっと。おい将軍、ハーメルってのは国境を越えたところにある帝国側の村のことだよな。お主その名を知っているのか。
戦争前はラベンヌ村とたまに交流があったはずだ。今じゃ全く途絶えちまってるらしいが、どうしてその名前が出てくる？そのことについてはわしの口から言うことはできん。国家間の問題に絡むのでな。何？ただこれだけは言える。もしもわしの想像が当たっているのであれば、あのレーベという男、よほどの地獄を見たに違いない。